ウォッチナウ、ライブナウ、中旬 TV ナウ。何それ、何それお前。え、ガゾーンでしょ。違うわお前。え、違うの。クメやスポ TV のやつやろ。ポルノハブだね。そう、朝見てこれやろうって決めてきました。ただ滑っただけやろ。声張れよ。今日はね、この中村フレンズのメンバーもうみんな知ってるんで、名前だけバッて入れてきます。3対3フットボールっていうのにこのメンバーで挑戦したいと思います。まあ名前の通り3対3なんですけど、伊賀が1回出たことあって。あります。なんかちょっとめっちゃ難しいでしょ。難しい。なんかサッカー、フットサル、素材値だいぶ違くてボロ負けだったらしい。ボロボロ。帰りとか何も来てないの。ボロボロ。4点。あ、洋服とかがボロボロってことね。あ、お前下手くそか。お笑い勉強してないなお前。そうだから、まあ、楽しみながらバチバチにやりながらちょっと楽しめたらなって思います。でもなんと賞金が10万円もらえるらしいんですよ。とんでもないよ、10万あったら。で、なんか20万円にアップのゲームもあるらしいんです。チャンスがある。チャンスが。なんか優勝したら王者チームみたいなの、王者チーム、スペシャルチームと戦って、勝ったら自分負けってこと。え、で0円になっちゃうの。0円になる。50万まで。だからそこはやりません。え、なんで。いや、やろう。やるね。で、賞金の使い道なんですけど、テントサウナを買おうと思います。マジで買ってほしいこれ。そう、みんなでサッカーやってバーベキューでもしながら川にテントサウナ立てて。どうだ、最高や。それをモチベーションに今日は頑張ろうと思います、はい、じゃあ今日もやっていきまーす。頑張ります。まあいいや。いやー、動画中に考えるからいけない。なんやお前、追ってくんなよお前、逃げてんだから。で、ルールは3分間1本の試合をどん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 やってって、で勝ち残りなんですよ。だから勝てばずっとできて、最終的に勝ち数が一番多いチームの勝ちです。0対0のと 1対1の引き分けの場合は両方抜けるけど、1対0で3分かたったら1対0の方が勝ち。でも本当にぐる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 ずっとやってっていう感じです。で、初めてなんでね、なんか本当伊賀が言った通り、全然伊賀はミラン君とかと出たらしいんだけど全然勝てなかったっつってたんで、なんかコツとかも多分あるのかな、まあ、なんでちょっと、まあ、もちろん勝ちたい、勝ちは目指すんですけど、テクニックとかもそういうのも見せながら楽しく今日はやっていきたいと思います。はい。まあでもね、リクオタッチいるからね、リクオタッチに入れさせてテントサウナ買うわ。頼むわ、あいつら。お願いします。お願いします。本日は第10回スリーバイスリーフットボール番組でお越しいただきましてありがとうございます。大会優勝者のマゲインです。1試合目来ました。勝つ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 。構いませんので皆さんね、動いていただければと思います。さあどうでしょう、オスワーカー VS 中村フレンズ。大丈夫、いいバック、いいバック、はい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 
ストール。勝ったら2ポイント獲得ですから。でかい、でかいぞ、でかいですよ、でかいぞ。じゃあ、どう見せてくか。どっかで行かなきゃいけないから。ついこの、この前は限定でね。ドライト、やったー、でかい。スペシャルチームでした。さあ、どうですか、どうですか。的に打ってきますから、どっからでも京都から来てます。さあ、浮いたボール打つ。もう耐えないというね。だからこう、負けなければいいですよね。誰熱すぎると。さあ、どうだ、さあ、どうだ、うわ、ちょっと止めた。さあ、どうでしょう、うまい。うわぁ、膝ひげ。ナイス、リック、ナイス、ゴー、ゴー、リック、ゴー、リック、ゴー、ゴー。日本一です。3連勝、スペシャルチームでも勝って2ポイントですから、今4ポイントですよ。どこまで伸ばしていくか。さあ、うわ、惜しい。いや、バイバイ。さあ、失敗だ。はいはい、この流れが中村です。どこまで続くかですよ。さあ、わあ、ナイスゴール。さあ、さあ、抜いた、ナイスブロック。すごいですね、これ90分続けたらマジすごいですよ、本当に。さあ、カウンター。うわー、早いですね。よっしゃー、やったよ、おるよ。さあ、4チーム交代。ここで中村フレンズが一度ピンチまで。1回引き分けで休憩になっちゃったんですけど、なんでもやっぱちっちゃいゲームは守備ゲー、守備重要です。フレンズ怖いから、やっぱ。いや、もうね、あそこからもう1人ターンより絶対あそこ。まずさ、あの真ん中遊んできた時に真ん中くらい来た。いやー、ナイス、その時は。もう1回いくよ、もう1回いくよ。Yeah!
さあ、出てない。はい、出てない。さあ、さあ、カウンター、ゴー。大丈夫よ、危ないよ。レッツゴー。ほら、大きいですからね。あ、今2000円でゴール中。さあ、さあ、ゴー。ダメかけまった。俺いるから大丈夫よ、大丈夫よ。エフリーグ時にはすごいっすね、本当にすごいことですよね。僕が目指すもやっちゃいそうですね、本当ね。さあ、出ちゃうよ。待ってますよ。さあ、簡単、大きい。どうでしょう。さあ、硬い。硬い。おーぞさあ、スペシャルチームはここからカウンター。やった。乗ってますよ、これは。いいですよ、いいですよ。やった。さあ、左から。さあ、原選手が乗っていく。さあ、釣り出して。やった。さあ、ゆったり。さあ、前を詰めながら、おっと。ミドルシュート打っていきましょう。さあ、うまい。さあ、うまい。さあ、うまい。さあ、どんな。カウントあるよ。おいしょ。いや、ナイスミス。いや、惜しい。いやー、1対1。ナイス。決めに行く、決めに行く、ナイス。いやー、ナイス。いや、僕たちあるんですけどね。3人引きつくね。これだとあれですかね、今までのブラジル人チームたち、こういう戦いはやっぱりね、こうね、人数が多いチーム結構。こういう戦いはやっぱりね、こうね、人数が多いチーム結構。すごい。やれやれ。さあ、どうでしょう。ナイスナイス。熱い熱い。さあ、ゴールゴール。そうなんですよ。さあ、寄せている。さあ、寄せている。ここで寄せ切って取りたい。イエーイ、ゴール。イエーイ、ゴール。じゃあ、じゃあ、こっからも負けられないんで。さあ、打った。はい、ナイスタッチ。行きたい、行きたい、決め切りたい。うわ、ごめん、わかんないよ。皆さん、時間は10分切ってますよ。皆さん、時間は10分切ってますよ。1点取ってる方のチームが最後の勝利。よーし、OK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 、前よ。もう一回もう引き分けもダメ。やった、うまいわ、やばいよ。いいか、頼む。
残り5秒を切りました。さあやはりこの控えがいるいないも非常に重要ですね。さあ出発ね、もう3人で割るのか5人で割るのかこれもねみんなね違うの。3人で3万3千円か5人で決まるのか。スーパースーパースーパー今のいい感じで練習してる。レグ疲れてる。ディフェンベンチ試合中でも終了ですよ。真ん中のメンバーが全然終了です。だったら多分これ重症だと思う。とりあえず最後の怒涛の連勝が何ポイントに響くか分かんないんですけど今から結果発表があります。勝ってるといいな俺だな。ナイス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 。正直俺はあの1位じゃないと思う。こっちは期待してますけど。まあまあ見ましょう。そし第3位からこれ2位でここで終わりたら終わりよ。第3位9ポイントオフィスワーカーズさんおめでとうございます。第3位9ポイントです。あ、でも第2位11ポイントチームトップでおめでとうございます。まだまだ分かる。もしかしたら1位です。そして第10回チームワイズということで今日は13ポイント中村よっしゃーよっしゃー待ってきますよ。あんま言うな。全員前で全員前でよっしゃー。ダブルアップチャレンジの挑戦権がありますけれどもやりますかやりませんかどっちですか。やりませんやりませんやりますやりますやりますよ。それはテントサウナ買うんだから。ラストダブルアップチャレンジこのピッチで、ね、こっちのピッチでやっちゃいましょう。はい、じゃあぜひそのままやってもらいましょう。今からダブルアップチャレンジに臨みたいと思います。3分決着がつくまでやります。で、最大3セット引き分けだったら PK なんだけど、まあ、そこは考えずに3本目までに終わらせます。20万円獲得したらね、いいテントサウナ買えるんでね、頑張っていきます。さあ、やっていきますよ。さあ、準備よろしいですか。もうこれは3分で勝敗が決まった時点でダブルアップチャレンジ成功ということで。さあ、それではダブルアップチャレンジやっていきましょう。レディーゴー。さあ、ラストボタン、ダブルアップチャレンジラストボタンへ。中村フレンズ VS 中村ゆ
トリエンジスペシャル。さあ、そしたから。さあ、今までの90分よりも集中している。さあ、原選手、惜しい。さあ、中村フレンズ、勝てば20万、負ければ0。さあ、10万円をね、リスクを捨ててチャレンジしてくれましたよ。さあ、このセットで、出てないぞ。さあ、このままだと中村フレンズのダブルアップチャレンジ。さあ、時間どうですか、時間どうですか、もうあれですか。まだ違っていいから。さあ、どう見せるか。さあ、さあ、カウンター。さあ、カウンター超気持ちかったです。マイクいらない、マイクいらない、マイクいらないけど、どうでしたか。いや、ギリギリだったじゃないですか。はい、はい、でもうちょっと元気が実際多いんで。あ、そうなんですね。圧倒的にいけるかなと思ったんですよ。はい、めちゃくちゃ危なくて、危なくて面白かったです。いやもうダブルアップも勝っていただいて。そうです、賞金は何ですか。テントサウナを買って、テントサウナを買って、こちらと練習して、はい、ハワイ行ってバーベキューして入るように。今日はナイスパワー、ナイスパワー。次回の大会見ていただけますか。もちろんです。いや、次回もチャレンジいただけるということで、皆さん期待しましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、おめでとうございます。中村レンジさん。終了したいと思います。皆さん、どうもありがとうございました。おめでとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。テントサウナ帰るわ、お前らのおかげで。いいの帰る、いいの。みんなでさっき最初に行ったらさ、サッカーやってバーベキューやりながら入ろうよ。 Vlog 撮れるの。 Vlog 撮っちゃうの。そうこのメンバーいないだろ。確かに見たい人おらんかもしれないけど、でもマジで最後のあれなかったら俺ら勝ってなかったらしいんですよ。しかも最後2分ぐらいしかなかった。2分で時間が終わりだったら終わりだったんだけど、それで勝って、いやーなんか久しぶりに久しぶりに熱くなった。興奮した。俺たちいつも熱いけどね、現地。まあね、ええよ、それ今そういうんじゃないやろ。水させ、お前水させ。3対3、王者、トロフィーもらいました。重いんだよね。重い。ちゃんとしてるわ。いや、嬉しいわ。ちゃんとしたトロフィー、マジで。つさ、ご飯食べて帰ろうや。さあ、今日の飯はうまいぞ。ごめんなさい。あ、ないない、ないママんち行きます。ママんち。ないや、お前、今は話合わせとけ。お前の諸事情見ろ。お前の諸事情いいや。大会に関しては、本当に、現役っていうか練習普段やってる人って、やつら多いから勝ったって思うかもしれないですけど、マジでそんなこと。戦い方が違うし、戦い方もあるし、結果勝ったんですけど本当に違うんで、ぜひまた多分俺ら参戦するんでね、20万円取って次のテントサウナ買う方ぜひトライしてみてください。名前決まってんね、買う。じゃあそんな感じで、せーの、バイバーイ。やったよマジで。